にちは。YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回は他のチャンネルの動画を再生リストに追加する方法についてお話をしたいと思います。はい、私の、チャンネル CMM です。今回はね、新しく、作ったこの新型コロナウイルス感染症武漢肺炎関連の動画の再生リストに私の CMM2 のチャンネルのこの動画をね、再生リストに追加する方法についてお話をしたいと思います。まずね、この追加したい別のチャンネル CMM2 のこの動画の URL、 これ違うんで、 URL をこれコピーします。クリックして、右クリックで、これコピーしときます。そして、追加したい再生リストのチャンネル、ここですね。これの、YouTube スタジオをクリックします。そして、再生リストをクリックします。はい、再生リストのページが開きました。この一番上、新型コロナウイルス感染症、括弧武漢肺炎関連動画、この右端の編集をクリックします。はい、編集画面が現れますね。ここで、公開って書いてる下に、ボタンが、3つ並んでます。この一番右端のグレーの、これ丸い、四角いかな、丸いボタンが3つ並んでるところ、ここをクリックします。そうしますと、動画を追加する、ここをね、クリックします。はい、再生リストへの動画の追加のボックスが開きますんで、先ほどの動画の URL、この URL をクリックします。はい、ここにね、先ほどの動画の URL を貼り付けます。はい、そうしますと、その下に、その URL の動画が表示されますんで、これ確認した後、この左下の動画を追加、クリックします。はい、これでね、再生リストに追加されました。この並び順っていうのは、この並び替えっていうところで変更できます。今ね、私は公開日の新しい順で並べ替えてますんで、公開日古い順、追加日新しい順、追加日古い順、人気順で並べ替えることができます。実際にこれ戻ってね、チャンネル確認しましょうか。これ戻ってチャンネルに反映してるか確認したいと思います。はい、チャンネルトップページです。はい、新型コロナウイルス感染症、括弧武漢肺炎関連動画。はい。ここに、他はほら CMM、CMM ってありますけど、これは CMM2 というところから引っ張ってきた動画ですね。はい、これ追加されてます。はい、OK です。今回は他のチャンネルの動画を自分の再生リストに追加する方法についてお話をしました。はい、今回はこの辺で失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。